静香ちゃんが、はい、ここ、まあ、1年ぐらい、はい、まあ、毒親のカウンセリングをして1年ぐらい、はい、ね、辛いのは静香ちゃんが家に入れた理由が、はい、父親がいい人だと思ってたからなんですよ。母親は、うん、ね、自分のこと助けてくれないって、うん、あなたは、うん、あの分かってなかったから、うん、そういうふうに思ってます。あなたの妹さんもそうですよね、うん、私は母親に被害に遭ってるんだ、うん、ね、でも父親は違う、うん、父親はいてくれるから、うん、私はこの家にで暮らせるんやってあなたも妹さんもそう思ってたんです。でもカウンセリングを受けて、うん、少しずつ少しずつ観察をしていくと、はい、二人とも気づいてしまったんですよね、うん、父親なんやなって、うん、自分たちを不幸にしたのは、うん、いやそれってあのはっきり言って とんでもないことじゃない、うん、だって避難場所を父親にしてたのに、うん、その人が犯人だったっていうのに、うん、なかなか耐えれないっていうことはわかるよね、うんうん、でも、うん、これ自分の目で、うん、自分の心で自分の脳で事実をつかまないといけないんやで、うん、僕が言ったからじゃないよ、うん、あなたがね自分を不幸にした人は、うん、母親じゃなくって父親なんだっていうことを、うん、あなたが証拠をつかまないとあなたの人生変わらないのよ、はい、言ってること分かってる？その過程として、うん、ね、あなたは体調が悪くなってるんじゃないんですか、うん、体調が悪くなってるっていうことは、うん、もう静香ちゃんの中では、はい、ね、自分を不幸にした人は母親じゃなくて父親っていうふうになってるんじゃないんですか、うん、よかったじゃないですか、はい、そうですよね。え、だって自分じゃない人として考えて、うん、ねえ、毒親育ちの人として考えて、自分のクライアントとして考えて、うんうん、助けを求めていってる人が犯人だったら、うん、そのままでそのクライアントさん幸せになれると思う？なれませんね、はい、もし、うん、そのままでいるんだったら、うん、もう家を出るということを進めなきゃいけないし、うん、それに耐えられないんだったとしても、うん、家を出ることを進めないといけないですよね、はい、うん、僕は静香ちゃんは、うん、なんていうのかな、こうもう少し自分に優しくなった方がいいと思いますね、はい、速度が速すぎたんじゃないですか。速すぎた、うん、うん、証拠を確認する速度が速すぎたんじゃないですかということです。わかりますよね、うん、もう少しゆっくりでもいいんじゃないですかね、はい、うん、真面目だから。そうですね、今日なんか聞こうと思ってたのも、うん、その改良というか、うんうん、ね、まあ方法としては2つなんだけど、うん、はい、波の被害を受けてきたわけじゃないよね、これ大げさでも何でもないわけじゃない、うん、本当に死にかけたわけじゃない、はい、大げさじゃなくね、うん、そこまでその追い詰められた人が、うん、その犯人を
特定していく作業って、はい、もっと自分に優しくしなきゃいけないっていうことが今分かった方がいいと思うよ。はい、そうでしょ、はい、なんかやばいなーって薄々ね、あの毒親の観察ができないってなった時に、うん、あの時に少し気づかないといけなかったんよ、うん、先生私これ大丈夫ですかねって、うん、この速度で観察してて、うん、事実を受け入れることできますかねって、うん、いや事実そんな受け入れることはいずれできるんやろうけど、うん、いや速度速すぎやろ、うん、分かるよね。まあね、残念ながら、うん、まあ多分結果は変わらないんだけど、あの少し、はい、あの保留の期間を作っていいんじゃないの、うんうん、僕があのちょっと前から思ってたことがあって、はい、それは静香ちゃんの YouTube を見てた時なのよ。こも競馬の話せえへんようになったなと思ったんよ。そうなんです、言ってることわかる。私も競馬の情報は見てるんですけど、うん、競馬自体のレース自体を楽しめなくなってる、うんうん、でそれは何でかわかるんやろ。そうですね、観察しすぎたんよね、うんうん、あのね、そっちにばっかり。なんで観察しすぎたかっていうと、うん、やっぱりねこう違うかもしれないっていうのもあるんよ。やっぱりさっきもあのねドコットの妻の人がカウンセリング受けてたんやけど、うん、はい、あのとにかくねあの納得は後でいいんで、はい、ある程度証拠が見つかってるというのが事実なんで、うん、もうねこれね答えを先に、うん、あの認めて、うんうん、答え先に認めたら物証を発見していくのはちょっとゆっくりにせなあかんわ。毎日観察はやりすぎた、うん、なんでかって言ったら、うん、いやもう分かったんやったら、うん、そんなに急いで観察したら、うん、あの生活に支障が来るよっていうこと、はい、うん、あの答えをこの認めたくないから、うん、観察を必死でしないといけなくなってるんよ。なるほど、うん、さっきの人もそうやったよ、うん、もうめちゃくちゃ観察必死でして、うん、いやもうちょっとって、うん、いやもうどこってやから、うん、ってね、いやもうあなたの毒父やから、うん、そしてあなたのお母さんにとってはどこってやから、うん、ね、そしてそれを証拠を自分の目で確認しないといけないよって言ってるんであって、答えを先に認めてしまえばね、証拠は少しずつゆっくりでいいよ。言ってることわかる、はい、うん、もうさすがに答えは分かったでしょ、はい。答え分かったらじゃあどうすればいいのかってまだピンとこない、ね、観察やめればいいんや。え、だってもう答え分かったんやろ。そうですね、え、答え分かったんやろ。観察する必要がない。そう、うん、そうやんな、はい、だってそもそも答え分かるために観察してたんやろ、うん、で僕は今までもずっと聞いてたよ、分かったって、うん、はい言うとって、うん、うん、え、どこへの観察しんどいですって、うん、そうなのって言って、うん、分かったんやったらやめたらいいのになって思ってたんやけど、なぜ必死に。いや、もちろんそれはね、うん、その手口をいっぱい暴いて、うん、そしてカウンセラーとして YouTube で配信して、うん、あの人を助けるっていう思い、うん、はい、うん、それは良かったんやけど、はい、もまあ申し訳ないけど僕ずっと待ってたんよ、
もうしんどいですっていつになったら言うんやろうと思ったんよ僕に。いやこれを今まで言えなかったことは僕にね、はい、あなた自分に冷たいってことやで。そうですね、体調が悪くなるまで、うん、言ってることわかるよね、はい、体調の悪くなる前に、はい、観察自体が辛かったやろ。もうそれすらまあ その前にもう、はい、もう辛かったはずやね、はいはい、いや普通に考えて辛いやんか。そう普通に考えたら辛い、自分の親とか自分の夫を観察するって、はい、うんうんうん、えそれを辛いですって言えなきゃダメなのよ、うん、わかる、はい、うん、それが自分に優しくなるのよ、うん、待ってたんです僕いやそうやんだって。遅くなりましただよね、だってそれ、はい、いやその答え最初に教えたらもうダメでしょう、うん、だよね、はい、自分ね、自分に優しいっていうのはね、こう観察してたらねすぐ辛くなるからね、その時辛いって言うんやでって、あなた何も学べないよね、うん、わかるでしょ。すごく体調が悪くなるんだっていうことが分かりました、うんうん、ねえ、はい、自分に冷たくすると体調が悪くなる可能性が非常に高いということやね、はいはい、うん、で自分に優しくすればいいんやろ。さっきなんかびっくりしてたよね、はい、え観察やめればって言ったら、はい、びっくりしてたやん、はい、えなんでえやめればなんかそうですね、えずっとやめるんだったら家出なきゃいけないの、はいはい、いやあなた家出るのは嫌って僕に言ってたじゃない、はい、だよね、家の方がいいですって先生とカウンセリング今までしてきて、うん、はい、家にいるというのが今までの私の人生を取り戻す、はい、宝に変えるためでも家にいるのが私にとっていいですって、僕もそうだねって思った、うんうん、いやずっとやめろって言ってるんじゃないよ、うんうん、それこそもうあの半年ぐらいやめた競馬にしたくなるまで、うんうん、毒親とか毒夫とかの観察をやりたくなるまでやめたらいいんじゃない、うんうん、分かりました。それが自分に優しいやつ、はい、分かる、はい、分かった、はい、分かりましたうん、どうですか体調はだいぶ良くなってあの体温もちょっと上がったような気がします、うん、ねえ、だって顔つきが違うやん、はい、なんかもう、 うわ普通やそうですね、今は、うん、はい、本当に具合が悪いな、知ってるよあなたを、うん、もう20年近く見てる、うん、あ、うん、ものすごい体調悪いなって、うん、すぐ分かったよ、はい、あよく今日待てたなと思って、もう待てないぐらいだから途中に静香ちゃんには珍しく入ってきてたよね、多分、ああもうこれよっぽど具合悪いんやなって思って、はい、うん、もう今日やなって思ったんよ、うん、うん、あの自分に冷たいよって教えるのがいや体調が悪すぎて車の中で寝てたいや自分に優しい冷たいっていうのがさ、はい、あの優しくされたことがないんやから、うん、こうやって自分の体で覚えていかないといけないのよ、うん、はい、いやここまで自分を追い込んだらダメなのよ、うん、言ってることわかる、はい、わかるやろ、はい、もっとね、私ってちょっと親の観察とか嫌だなって、うん、そう弱音、はい、を本当は子供の時から弱音を親に言えないといけないんよ、うん、子供って、うん、僕に言わんとダメやんか、うん、先生言ってることはわかるんですけど、私にはこの親の観察っていうのもちょっと辛すぎるんですけどとかね、で先生の提案で夫と妻って第三者的になってできるかなって思ったんですけど、やっぱりだから自分が辛いのかどうか、自分に必要なのかどうかっていうのは必要に決まってるんよ、あなたがそうだと思ってるんやから。でもその前にね、あなたの父親と母親を観察すること自体が私は辛いのかどうかっていうことに気づかんとダメよね、はい、そして早く自分に気づいてあげる、それが自分に優しい、はい、そしてそれを自分が信用している人に甘える、はい、先生ちょっと無理ですそれは今とか、はい、もうここまででちょっとお休みさせてくださいとか、はい、ね、そういうふうに言えるようにならなきゃいけないんだなっていうのは、はい、
わかりましたね。わかりました。うん、じゃあ、少なくとも今年いっぱいは、はい、まあ、来年になったらすぐ始めるという意味ではありません。はい、毒親の観察、はい、毒夫、毒夫の妻の観察、はい、やめてください。わかりました。うん、その代わり、はい、競馬、はい、ね、はい、競馬をもっと、はい、カウンセラーとしての目線で、うんうん、はい、競馬、はい、ね、をもっと楽しい番組を作っていってください。はい、うん、いっぱいいい、いい話題はなんか僕が調べてる限りでありそうなんで、ありそうです。今日は静香ちゃんこの情報を言うのかな、今日はこの情報を言うのかな、ヤフーニュースでこの前もなんか、はい、記事が載ってて、はい、今日はこれ言うのかなと思って楽しみにして、はい、夜聞いてたら言わないのよ、はい、いっぱいありますね最近。いや一応毒親ってとか書い、毒夫って書いてるけど、うん、いや競馬のことも話すよなって思ってこの先生は聞いてるのよ毎日。そうです、毎日毎日競馬、うん、今日は競馬を話そう、うん、今日は競馬を話そう、あれって、あ、競馬、あ、まあシリーズやから、うん、2位ぐらいでは喋るんかって思ってたら、あれ1シリーズ終わっちゃったよ。はい、そんな感じで終わってしまいました、うん、やめて全然いいんだよ。わかりました、競馬に集中してください。嫌なことはやめるんよ。はい、わかるよな、はい、そして必要であれば嫌じゃなくなる時が必ず来るから、はい、その時は苦しくなる手前に今度はやめるって自分に優しくできると思うよ、うんうん、はい、ありがとうございます。うん、いやこれで、はい、大丈夫、一応大丈夫でしょう、大丈夫じゃなかったらまた相談してください。はい、わかりました、はい、ありがとうございました。